はい、じゃあ、胸ブラってなるからね。はい、1、2の3。よし、後ろ足と尻尾持って。そうそうそう、この辺だね。はい、はい、次腹ブラってなると思います。回転、こっちの方落ちるからさ、ここに置きましょう。はい、うん、そう、新しいやつ持ってきます。それは次元機の上に置いといて。永田さん、もうフラッシュして繋いで。フラッシュして繋いで置いてあるから。マットちょうだい、ほんで。よし、はい、こちらから来て。胸部の時はもう少し、おしまい足持ってください。はい、違う、DV、DV。DV はドーサルペントラとか背中からお腹へ。はい。覚えてください、もうこれは。はい。もっと肩甲骨の後ろが真ん中になる。はい。足もっと広げて。こうじゃなくて、こういうふうに広がるよ。もうちょっと前。はい、ポジションがしっかりしないとなかなか気に入らない。はい。はい、変えて。はい、今度服も脱いでいきます。もし VD な、はい、青でね、左右バランスよくね。はい、1、2、3。はい、そうそうそう、はい、変えて、動かして。上で取ります。マットをどかして。で、ブーシャッターのやつあるでしょ、それ。その下、その下、その下。それ。よいしょ、はい、じゃあ今度は横向きからいきます。どっちだ、右足からいくわ。はい、よし、はい、引っ張って、右足だけ、右足だけ、はい、で大腿骨が取りたいからもうちょっと引っ張って、はい、そう、それぐらいかな。このポジション覚えておいてね、横向き逆、はい、こっちで取り出したら動かして。あ、はい、今と逆、はい、
そっちに引っ張ってた、こっちに引っ張ってたでしょ。ねえ、コネちゃんの心電図の名前入れて。はい、一緒。今と一緒。そうしたら、心電図の名前入れて。じゃあこっち来てさ、こうやって持って。はい。そうそう、もうちょっと体を起こして。もうちょっと起こして。今と一緒。1、2、3。体ちょっと起こしてね。ちょっと はい、じゃあハウスして。はい。で、現像ね、100枚。はい。